皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦史です。スタッフ桃香です。このチャンネルは秋田に本社がありますビューティフルカーズが全国の皆さんに綺麗な車をできるだけ楽に楽しんでいただきたいということで、洗車の方法とかコツとかをですねご紹介しているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。ご覧ください。ちょっと村上さん元気ないですけれども、僕が元気ないのはなんかちょっと最近毎回動画撮るたびになんか不安感に襲われているからです。不安感に襲われてる。今日は何するんだろうみたいな。もう最近なんか桃香さんのこう中途半端な無茶ぶりなんで、うん、今日何が始まるんだろうみたいな、うんうん、で元気がないと。元気ないですね。わかんないまま始まるんでね。あと基本的に洗車嫌いなんで。それを言っちゃいますか。なんかこうまた洗うのみたいな。なんで洗車チャンネルですから。めんどくさいよ。洗車チャンネル。そう、村上さんは実はなんですけど、洗車は好きじゃないけど。好きじゃないよ。綺麗な車が好きだから洗車をしてるというタイプの人ですね。好きじゃないんですよ。でも綺麗な車は好きだし、こういう汚れとかはね、ちょっと許せないから綺麗にしたいんだけど。そう、洗車大好きっていうわけじゃないんですね。そう、嫌いだからこそいかに楽に綺麗にするかっていうことをね、はい、探求してるんですよ。なので、あの洗車がすっげえ趣味で、もうなんかこう車をめっちゃこう一日中洗車して、ああもう洗車してると心が安らぐみたいな人は、あの別のチャンネル見てください。このチャンネルは合ってませんので。そうですね。このチャンネルは綺麗な車に乗ってドライブしたいなと。ね、あそこにあるヤリスもほら綺麗じゃん。ヤリスあれ結構走られてるんですね。いつ洗ったんだっけ。なんか俺ね、洗って車庫にしまってると思ってて、はい、車庫から出したらいきなり汚くてすげえ泣いたんだけど。車庫に入れててもちょっと埃が積もっちゃって。そうそう。でもまあ別に洗えば綺麗になる状態だからまだ洗ってないですけど、うん、なんか洗わないといけないなみたいな時は速やかに洗いますよ、うん、ということで、このチャンネルの動画を見ると楽に綺麗に保つ方法が分かりました、はい、同時にいろんな悩みもいろんな動画で解決させていただくという形です、はい、でなんかこのベンツ、この金属がモールとか、ここの樹脂パーツとか、どうやって洗えばいいのかわからない芸術的なグリルとか、芸術的ですね、まあ、そういうことに関しては一本前の動画でこんな風に洗えばいいんじゃないんですかみたいなことを僕は言ってるんで、お手入れの方法とかですね、ぜひ前の動画をご覧ください、はい、今回の動画は、まあ、洗っていくってことですよね。そうです。このボンネットの悩みはこのなんかボンネットについてるこの謎の黒筋。謎の黒筋。なんか車庫の雨だれがここに垂れるんだって。そう、カーポートから垂れてくる汚れがこう溜まっちゃうんですね。まああとこうなんかドイツ車なんで、ブレーキがまあ踏めば踏むほどホイールとタイヤが茶色くなっちゃう。茶色くなっちゃう。まあ赤くなるって言ってたけどね、なっちゃうのをどうやってきれいにするんだろうみたいなところですね。はい。でこのオーナーさんはこのベンツ買って2ヶ月、5月に納車されました、ね。うん、で初めて新車を買ったから。初めて新車を買ったので、うん、初めて車をきれいに乗ろうと思っている。でうちのお客さんではない。なくて、なんかいろいろ100円ショップの道具とか、なんかその辺で売ってる道具を使って一回洗ってみたらあまりにわからないみたいな状態ってことですね。正解がわからないけど、とにかく新車をせっかく買ってこんなにきれいな車なので、うん、きれいなまま維持したいという気持ちはすごくあるけど、ちょっとどうしたらいいかわからない。でコーティングもディーラーさんから新車の時になんか7万円ぐらいでコーティングつけた方がいいんじゃないですかって言われてつけちゃって、つけちゃってからビューティフルカーズで頼めばよかったなと思ってるってことですね。思ってるし、しかもなんならそのコーティング見させてもらったんですけど、めちゃめちゃ水を弾くコーティングだったので。なるほど、ビューティフルカーズに頼んでくれたらよかったですね。そうですね、うん、やりましょう。お願いします。まあタイヤどうやって洗うの。で僕は純水器と高圧洗浄機使いますけど、ない人はそれを使わないで洗ってくれれば同じことなん で、はい、で僕はなんで純水器と高圧洗浄機を使うかってことなんですけど、まあ、タイヤ洗ってる間に周りに飛んだ水が乾くとシミになっちゃうんで、僕は純水を使って洗います。でこれ見るとこのドリルドローターにもうねダストが溜まってんの。これねダストがこう溜まってんのよ、まあ、溜めるために穴開いてるのね。はい、ブレーキパッドをこうなんか均等にこう削る、表面の劣化したものをこう削って、常に新しい面を出すためにドリルドって開いてるのね、はい、だから穴開いてて正解なんで、溜まってて正解なんですけど、溜まってんだからちょっと邪魔だから吹き飛ばしたいんで高圧洗浄機でちょっと吹き飛ばす。あ、真っ黒いのが出てくるでしょ。すごい黒い。でこれ純水ね、ここから出てる。はい、まあ、このぐらい黒いの出してから洗った方がさ、うんうん、ただこう普通にこうかけても出てこないからさ、ただやったってこれじゃこんなに出てこないから、今高圧洗浄機使ったけど、ない人はどうしたらいいのって言ったら、取れる範囲で取ってください。最近ね、こうなんて言うんでしょう、
ビューティフルカーズをこうすぐこうスッとこうスッと受け入れてくれる人とスッと受け入れてくれない人の両方の意見を聞くので、僕もちょっとよくわからなくなってきてるんですよ。受け入れてくれてる人と受け入れてくれない人、そう、スッと受け入れてくれてる人からすると、いやもうめちゃめちゃ純粋機と高圧洗浄機も本当一回用意したら全然手放せないし、うん、もうみんなもなんかそんなこと言ってないで本当に一回使ってみたらいいのにみたいな、うん、だからもう村上さんあんまりそういうなんかね、あんまり賛成的じゃない意見には惑わされないで村上さんのやり方を続けてくださいみたいな、のがそういう意見もいっぱいある一方、はい、いやいやそんなもん持ってねえんだからある方、あるもので洗ってくれよみたいな意見も根強くあり、僕としてはどうしていいか分かんないですね、うん、今吹きかけたのはビューティフルカーズのオンラインショップで売ってるコロイドクリーナー、コロイドクリーナーですよ。針葉樹の針葉樹由来の取られた、そう、まあ、成分で作られていて、タイヤとかを洗ってもまあなんかタイヤが白くなったりとかしないんです。で表面にねそのコロイドが膜を作ってくれるんで、タイヤもなんかよりなんかタイヤワックスいらない。で別に そのために作られてるもんじゃない、そのための膜作るためのもんではないので、こうやってこのコロイドで粒子が汚れを包んで浮かしてるので黒い汚れが今、そう、これであらかた砂を取ったりタイヤの汚れを取って、うん、はい、でこれは別に食器洗ってもいいようなその環境にも体にも優しいものなんで、その表面がさっき今なんかこう汚れにくくなるとかタイヤが自然なツヤが出るって言ったからって言って、なんかそのコーティング剤だとかワックスだとかそういうことではないんですよ、うんうん、その天然の杉の杉じゃねえや、天然の針葉樹由来のそのコロイドっていう微粒子の成分が汚れも浮かしてくれるけれども、うん、まあ、表面にあと最後少し残って表面を自然にこう、まあ、自然な美しさを引き出してくれるんですよ。だから裏側もね、で結構ね、これで洗っ、これでしっかり洗ってるだけで汚れにくいんですみたいな話はよく聞きますよ。こまめに洗ってる方っていうのは確かに汚れにくいなって。そう、こまめに洗うのが一番いいですよ。ちなみになんですけど、綺麗になっちゃったよ、ほら。これあっという間に表面についてた汚れが取れたんですけど、うん、コロイドクリーナー持ってなくて、よく他の動画とかでも紹介されてるような食器用洗剤とか、あとカーシャンプーでタイヤとホイール洗ってもいいんですかっていう。カーシャンプーで洗ってもいいですけど、全くカーシャンプーには洗浄効果ってほとんどないんですよ。はい、なんか歯ブラシで洗いてえな、これ僕はほとんど使わないが歯ブラシが欲しいな。ここをほら芋のそのままだから、この芋のしぼしぼにこう汚れが入っちゃうから、はい、で芋のなんでちょっと固めのブラシで出してあげない。まあ、洗っても取れないんだけどね、ここはもうここは真っ黒になる運命です。でここのこれここにこの意味なくこの黒くメルセデスベンツって書いてるこのプレートついてるじゃないですか、はい、これは多分こう真っ黒に全部がなるとかっこ悪いから化粧板つけてるんですよ多分。あ、だベンツ的にも、まあ、ここ綺麗だったらよくねみたいな多分感じだと思いますよ。なるほど。でもちろん高いグレードだと全部が塗装されてたりするわけですよ。そう、赤いやつとかよく見ますね。そう、そこをねすごく綺麗に保ちたいっていう方も多いんですけど、うん、これその、まあ、例えば塗装されてたとして、うん、まあ、塗装されてたら塗装面と同じなんで塗装面と同じように洗ってあげればいいし、まあ、そこに耐熱性のあるコーティング剤をしっかりコーティングしてあげとくとより汚れ取れやすくなりますよね、うんうん、タイヤを外すタイミングでちゃんと全部綺麗にやった方がいいですかね。そしたらまあ、でも コーティングはね前もって知っててもいいと思いますけどね。うん、キャリパーのコーティング、まあ、そう、耐熱性のあるものね。そこ熱くなりますもんね、ブレーキかける。そう、ここ自体はね、何度になるんだっけ、真っ赤になるからね。あ、そんなにガンガン走る人は、うんうんうん、真っ赤になるって何度なんだろうね。
何百度だよね、うん、ここは何百度にならないですよさすがに、うんうん、これもまあまあ綺麗に、すごい、まあまあ綺麗になるけど永遠とやるしかないですよ こ, の、ね、これだけでこう半日ぐらい、さっき僕洗車嫌いだって言ったけどね、はい、嫌い、洗車好きな人はこう永遠とやってたらいいんじゃない、こういやでもとはいえそんなに一生懸命時間かけて洗車し、はい、洗車というかここ洗ってもまた走るとついちゃうんですよね、その部分はどうしても、まあそうだよね、でもまあ綺麗に保したかったらこまめに、まあ、なるべくこまめにこびりつかせないってことですよね、うんうん、だって毎日お風呂に入るじゃん、はい、どうせ汗かくからいいんじゃねとかってなんないんですよ、うん、まあ、洗車のたびに、だって今だって別にこれ毎日洗ってるわけじゃないもんね、この、うん、このお客さん洗ってから1ヶ月ぐらい経ってるんでしょ、そうですね1ヶ月ぐらい経ってます、ここでここの裏なんて多分初めて2ヶ月で初めて洗ってるんでしょ、そこまで多分洗ってないです、ね、でも綺麗になってるからね、うん、結構いいんじゃない、もうホイールもすでに綺麗だもんね、まあその上 でここの細かいところとかもこれ 洗いさえすれば取れるよ、これこの穴の中にダスト入っちゃって、うん、ブレーキダスト入っちゃってるから、じゃあここは何で洗おうかなみたいな、多分これでも入らないんだよね、これあの介護用品にこうお口の中きれいにするブラシ、中でもスポンジがすごい柔らかくてこれサイズも小さくて、うんうん、でこう結構口の中きれいにするためにガッサガサの硬いスポンジのものもあるんですけど、はい、そうじゃなくて柔らかいもので、エモプラスチックのものがいいですね、はい、でも入らないもんこれだと、だからこの奥だと今度筆とかだね、まあ、ホイールは本当に細かいところどこまで洗うかなので、これはねあのペンテルの絵筆ですね、平筆、うん、これすごいね洗剤にも強いからいいですよ、こういうのでねこういうとこを洗ってあげたり、よくある洗車用のブラシはね硬いんですよ、あの豚の毛とか使ってるブラシ、豚の毛はまだマシです、なんかもっとねプラスチックのガッサガサの硬かったりするんですよ、うん、だからこういう、あと豚の毛はねあの酸性の洗剤に弱いんでね、うん、毛なんで、あそうですよね、であとここの穴の中とかね、たまたまこれはこれが入ると思うんで、あ入らないな、あ入った、あでもこれきついな、これダメだな、これは綿棒がいいね、このね綿棒、はい、綿棒ってさ細かいとこ洗うのに使えそうなんだけど、うん、綿棒って丸いじゃん、はい、例えばこういうグリルこういうとこ洗おうと思っても、こう角洗おうと思っても丸いから角に行かないんですよ、あ届かないってことですか、丸いから角に当たんないの、うん、今から角に行かないの、はい、2ミリぐらいこう丸が当たんないところが出、うん、ちゃう、なのでこれいいんですよ、角立ってるでしょ、だからこう角に当たるんですよ、うん、で ここも塞がってるからこう傷もつけにくいんですよ、うんうんうん、まあ、もしくはこういうねあのちょっと腰が必要だったらこう、いやすごい柔らかいんですよね、絵筆だから、こういうのでしっかりこう角を洗うってことです、こうやってね綿棒だと細かいとこ使い洗えるとか思いつつ全然実はあんま洗えないです、先端が丸いことによってちょっと、そうでもここに関して言えばここが丸だからちょうどいいよね、ね、おお、ね、わすげえ真っ黒ですね、そうそう、まあ、あと結構綿棒硬いんでね、ここだったらほら傷ついても見えないじゃん、うん、だから使ってるけど、まあ、傷つちゃいけないとこは使わない方がいいですよ、うん、意外と使えないよ、うわでもすごい真っ黒、今は使った方がいい、あと例えばこのここってここの裏に溝がなんかあるよね、こう空力カットデザイン考えてこうかっこいいよね、でもこの溝の裏とかはこれとかちょうどはまってあれですよ、ほらすごい見てすごい真っ黒、楽しいチョコレートケーキ作ってるみたい、チョコレートケーキ作ってるみたい、ほらうわ真っ黒、ね、でこうやって細かいところの部分洗えば、うん、まあいいんですよ、まあ洗わなくてもいいですしね洗わなくてもいい、どうせ見えないからさ、まあ洗いたき洗えばいいよ、洗いたい人はいつまでも洗えますよ、こうやってね、うわでもすごいですね、そこは、うん、真っ黒、水がね抜けないもんね、うん、絶対だから水最後ここ溜まるじゃん、溜まっちゃうね、これ水道水だったらもうここで溜まってんじゃん、うん、あとはコロイドだけでもこう全然綺麗になるんですよ、多分全然実はこびりついてないから、はい、ですがタイヤの黄ばみみたいなのはこれブレーキダストがタイヤにくっついて黄ばんでるから、はい、黄ばみを落として
落とすのはこの酸性の洗剤、この果実酸クリーナーっていうのはこの酸で、このつまりね、これなんで茶色くなるかって言ったら、このブレーキディスクとブレーキパッドのこの粉が飛ぶんだけど、つまり鉄がいっぱい混ざってて、うんうん、その鉄の粉が錆びて茶色くなってるんです、はい、で錆びた鉄の粉は酸で溶かせば一番落ちるんで、うんうん、タイヤの残った黄ばみも鉄の汚れだったらこれでまあまあ落ちるんだ、うん、ただこの酸でダメになるホイールは使えないから、はい、でこのホイールは見るとここ切削加工の、これグレーに塗ったホイールをここを切削加工してるわけ、うんうん、で切削加工した後に上からクリア塗ってるの、はい、クリア塗ってるから多分大こうクリア塗ってない切削だったらアルミに酸がついたら白くなっちゃうの、うんうん、ダメですけど、またクリアがっつり塗ってるから今は大丈夫、はい、特にメルセデスベンツはしっかりもう見たら分かるぐらい分厚くクリアが乗ってるからいいけど、車外のホイールだったりあと日本の軽自動車とかクリアがめちゃくちゃ薄いんで、そういうのに使うとクリアの下にもし入っちゃったらこう下がブワーッと白くなっちゃうからね、チワーっていっちゃうんですね。そう、でもすすぎもできないから大変だよ。あ、中だとそうですよね。そうだよ。あとこう傷んできてね、こうタイヤってめちゃくちゃすごいスピードで回っていくから、ここにカーンって傷がつくよね、はい、そうなってきたらそれはそれで良くないよ、うん、良くないっていうか、まあ、それで下に入っちゃったらおしまいですよ。でこうタイヤをねちょっとこうなじませて、タイヤのその黄ばみを取りたいんで、こうなじませて、まあ、うわ、まあ、でも基本的にあれですよね、タイヤの表面あんまりケミカルは使わない方が、油はタイヤの油分を落としたくないからだよ、うん、でも別にこれ油分を落とさないからいいでしょ、うんうん、それでこうホイールもこのね、ダストが多いから、ついでにちょっとこれできれいにしてあげようか。もう砂は一回最初からこれ使ってもめちゃくちゃ綺麗になるんだけど、はい、最初から使っちゃうとこのホイール表面にね砂がついてるから、その砂をねゴリ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 引っ張るとね、このホイールにも傷ついちゃうでしょ、うん、だから最初にコロイドで優しく一回砂を落とすみたいにして洗ってあげるといいんですよ。なるほど、最初から使うんじゃなくてある程度、まあ、砂を落としてあげるってことですね。ある程度砂とか落として、そう、して、でそうやってる間にタイヤの汚れも浮いてきたと思うんで、しっかり、まあまだ新しいしこんなんで綺麗になったんじゃないですか。うん、あ、なんかすごい真っ黒ですね。うん、これがタイヤワックスなのか何なのかよくわからないけどね、何が落ちてるのかよくわからないけど、うん、ほらなんか水もスーッて引いて、なんかタイヤなんかコーティングしてんのかな、これなんか水引きがいいね。こんな感じです。そしてここにタイヤワックスをついつい塗りたくなる人が多いと思いますけれども、それに関してはタイヤワックスの塗り方みたいな動画があるので、塗るとしたらその動画みたいにしっかり塗ってほしいし、そもそも塗らなくて大丈夫です、こうやって洗ってったら。あ、最初からちゃんとこまめに洗ってたらそもそもタイヤワックスを塗る必要がないけど、そうもしなんか 塗、まあ、塗らないともうちょっと、まあ、洗っても綺麗にならないタイヤたまにあるんですよ。それに関しては過去動画で、うん、あのやってるんで概要欄にね貼っておくんでね、はい、見てやってください。見てください。そうですね。その、はい、まあ、車買ってからもうしばらく経ってからこの動画に出会った方もいると思うので、うん、そういう方はこの茶色い汚れの落とし方とか参考にして、水性のタイヤワックスとか試していただければいいですね。うん、で今最後またもう一回一応コロイドで洗いました。はい。なんかそのコロイドの膜がね、タイヤにいいって言ってんだからね、コロイドの膜をちょっと貼らせようかと思って。うんうん、はい、こんな感じですかね。